オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日月曜日のテーマは最後の言葉です。著名人が人生の最後に残した言葉をご紹介いたします。本日は岸田劉生の最後の言葉です。岸田劉生は大正時代の洋画家で、娘をモデルとした麗子像が有名です。昭和4年12月14日の夜、劉生は徳山の料亭で銀屏風に舞妓を描きました。その後、筆を持ったまま脇息にもたれ、気持ちが悪いと言いました。発病後2日して、医師から慢性腎臓炎による視力障害と診断されました。18日に彼は、暗い、目が見えないと叫び、以後しきりに、バカ野郎を繰り返しました。12月20日、吐血して死亡。劉生38歳でした。明日のテーマは安らぎ Q&A です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からのご質問やご意見を募集しています。お寄せいただきました方には木曜日にご紹介しています。葬にまつわる体験談集、時を超えてをプレゼントいたします。宛先は、メールの方は info@nara.fm、info@nara.fm。ファックスの方は、ファックス番号0742-248422。0742-248422。お便り、おはがきの方は、郵便番号 630-8334、奈良市西野信也町43、奈良 .fm へ。お問い合わせは奈良 .fm へ。電話番号 0742-248415、0742-248415へお願いいたします。家族葬専門葬儀社オフィスシオンがオフィスシオン FM しきたりアカデミーをお送りいたしました。